デカキン TV レディゴー。ブン、ハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イ、パッ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 、イエ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 イ。そしてカメラマンの山本くんです。こんにちは、お願いします。お願いします。今日はですね、なんとあの YouTube が大好きな方だったら一回は見たことあると思うんですけど、ラーメンなのに切り株みたいな大きさのチャーシューが乗ってるラーメン見たことない。見たことないですね。ない。はい、もちろんこういう方もいていいです。でも中にはもしかしたらあの切り株みたいなチャーシューがラーメンの上に乗ってる蓋かのようにドーンって乗ってるのがあるんですよ。でそれをずっとデカキンね、食べに行きたい食べに行きたいと思ってたんですけど、やっぱこういう世の中になってるんで行くこともできないということで、今回は作ってみました。その作ったのがこちら。綺麗に巻く、うん、くっつかないから巻きやすい。よし、気をつけてよ、持ち上げたら死ぬよ。ギリギリのサイズ感。タレを奇跡のぴったり加えたな。あー、よいしょー。はい、ということでこういう風に作りました。え、はい、完成しましたね。早速、はい、待ってください。え、自分で作らないですか。いやいや、作れるわけないだろお前。あんな職人技の切り株みたいなチャーシュー、あれ職人技ですから。そんな簡単に作れないんですよ。あの友達の YouTuber さんに、料理人の YouTuber さんがいたので、その方に作っていただきました。そのチャーシューがこちら。ブッシュパンシコーン、切り株みたいな巨大なチャーシュー。はい、こちらです。ダザッ。ちょっとこのままだとラップで見えにくいと思うので、これをちょっとキッチンでラップを解いてみたいと思います。はい、ということでキッチンに移動しました。じゃあこれからですね、このチャーシューをラップを開けていきたいと思います。僕ずっとこれ楽しみだったんでね。すごいっすね、本当にね。これを作れるっていうのはまた、よいしょ、きた。めっちゃ香ばしい匂いする。おあ、最後ね、これ多分バーナーでやってくれてるんで、うん、うわー、めっちゃうまそうな匂いする。これやばい。ちょっとこれはすごいね。こちらです。どうしたかーんと、しっかり固まってるね。すごいっすね。ね、ほんと切り株だよ。切り株だってもおかしくない。俺座っちゃうかもしれない、こんな切り株あったら。実はもうこのままじゃ終わりません。これを半分に切ってもっとでかくします、チャーシューを。そう、切り株はもっと広いでしょ。こんな太さじゃないから、これ切ってもっと太くして、はい、巻いていきたいと思います。この作業がね、ちょっと大変そうであり、ちょっとデカキン的に楽しみな作業でもあったんですけど。じゃあ半分の位置を知らなきゃいけないから、ここにちょうど紐の巻いた線があるんですけど、それがちょうど半分の線に見えなくもないな。いきます、切ります。ぎゅうぎゅう、肉が詰まってる。うわー、自分のことですか。肉が俺詰まってるわけじゃないんだよお前。水分でプカプカなんだよ俺は。水太りみたいなもんなんだから俺は。よいしょー、おい。よいしょ、すげえ、すごいね。すごいっすね。これを巻くのよ。どっちに巻こうかな、こっちに巻こうか。こっちの方が綺麗っぽいから。これが外側のカリカリの部分なんで、ここを一回剥がして、これをうまいこと巻かなきゃいけないんだよ。どう巻けばいいんだこれを。え、どう巻くのこれ、巻けなくない。でもこれ中心地だからさ、中心地も切るしかないね、これバランス的にも。はい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 、はい、ここをはい、切るしかないね。でこうかな。はい、でできたんじゃない。すごさわかる。いや相当でかいですよ。でかいよねこれは。うわー、幸せだな。しかもちゃんと味も美味しくやってくれてるんで、じゃあ早速これの土台となるラーメンを作りたいと思います。じゃあ早速麺を茹でていきたいと思います。ここにあるチャーシューがあまりにもでかいんで、麺にたどり着くまですごい時間かかると思うんで、固めにしときます。固めで茹でます。これに麺を入れます。約1分ぐらいですかね。はい、1分ぐらい。よいしょ、今回は細縮れ麺にしました。
やっぱこのチャーシューといえばやっぱさ豚骨ラーメンかなと思いまして、こんな巨大なねチャーシューだったら細縮れ麺にしてます。はい、いや本当にもうラーメン屋やりたくなってきたな。今なんかもうすごいラーメン屋さんにしか見えてないですよ。あ、見えてラーメン屋さんにめちゃめちゃ見える。見た目だけはねちょっとプロ級のラーメン屋さんなんでなんか手際もすごくいいし、手際よく見せてるだけですけどね。まあ僕はね全然、いやその観光屋の謙遜。そしてやっぱ湯切りしたいんでね、湯切りした方が美味しくなると思うんで。あー麺いっぱい飲まれてる豚骨ラーメン屋でしたね。ポンコツじゃないんだよ、お前ポンコツやってんだよ、こっちはくしゃっうまくできねえ意外に量これ多いかも。あ、多そう。ちょっと2つ多いかも。麺多分こんないらないよね。いらないと思います。ちょっと麺を少しだけ替え玉用みたいな感じ。あ、いいね。そう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 、いいこと言ってくれたわあ、そもそもなんだけど麺まだ入れるべきじゃないわ、スープ作ってからの方が九州豚骨ラーメンのスープを入れます。でかきんいろんなね豚骨スープ実は買ってたんですけど、味比べた時に結構これが分かりやすくて美味しい味でしたね。じゃあこれを振ります。さっき全然振らずに出したらもうほんと油だけ出てきちゃったんでがっつり振ってください。で大体これ10分の1か7分の1ぐらいに薄めるような気持ちでやるのでちょびっとでいいですね。はい、これぐらいでいいんじゃないかな。そしてここにお湯を入れます。本当は鶏ガラスープでもいいみたいなんだけど、ちょっと用意がなかったので。でもう美味しそうな色でしょ。もうめちゃめちゃ美味しそうですね。超ねなんか味が分かりやすくて美味しいのよ。あっちゃ、おいしちくしゃちょっと料理をね急いでますね。麺が伸びないようにとか。じゃあここに麺を入れます。土台となるからまあまあ入れとかないとね、うん、いいね豚骨ラーメンっぽい。ちょっとこれも味見しとかないとちょっと心配なので、ちょっとこれも味見します。ちょっと味わかんないな。もうちょっとだけあの、味見していきたいと思います。もうなくなりますよそんなん食べたらうまい、もう最高、うますぎ。ちょっと麺なくなりますね、確かに替え玉で取っといた麺をもう味見の段階でなくなるっていう僕メンマ好きなんでメンマ大量に入れます。味玉も多めで、これだけでも幸せじゃん。相当多いですもんね、どっちも白ネギですか、白ネギですか。これをここにどっさりと。あ、いい、ラーメンっぽくなったね。ということで土台のラーメンが完成しました。すごくない？いや相当すごいですね。これだけでも美味しそうだよね。はい、でやっと土台ができたので、この上に切り株チャーシューを乗っけていきたいと思います。はい、じゃあこれをもう乗っかるっていう概念がないけどねもう幅が全然足りてないんであれですけど、これを乗っけたいと思います。乗っけます、せーのうわー、できた、切り株ラーメン完成です。できたうわー、すごい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 、これはすごいぞ、バカみたいな大きさだもんな。実はですね、この切り株チャーシューラーメン、チャーシューだけで8キロあるらしいのよ。8キロ他の人3キロとかでしょ。3キロとかですよ。3キロとか2キロなのにこれ8キロあんのよ。お店のやつ3キロなのに何で家で8キロやばいでしょ。その発注したのがなんかすごいの作っちゃったんだよね、だからねいやだからちょっとこれ箸だと持てないんで、黒手袋で食べ進めていきたいと思います。それではいただきます。これは持てないよ、8キロは持てないよ。確かに。それではいただきます。わわわわわわ、すごいすごいでしょ。いやすごいっすね、マジで。これだけでなんかワンロールチャーシューあるぐらい。いただきます。
うまい。中めっちゃ柔らかい。うまっ。もうだからビールのつまみとかにいいぐらいな感じ。あ、なるほどなるほど。うん、濃いめってことですか。味濃いめ、うん、これ何持ってるか分かんないもんねチャーシューですからね、巻いてあったチャーシュー。何これ8キロも作っちゃったのこれ全然麺までいけなさそうだな。そうですね、うん、中のチャーシューを食べたいので一旦外側をお皿に置けたいと思います。よいしょ。おお、綺麗だね。すごいっすね。外側のなんかさ、焦がしてあるところが取れたらまたこれもすっごい綺麗に。うわ、分厚いよすっごい分厚い。待って、もう白いじゃん。脂身多くない。いただきます。中のチャーシュー、うまっ、うまっ。うん、で下にちょっとね豚骨の味もある。お、豚骨ラーメンのもうネギが、お、すごい。ちょっとなんか、え、もしかして下にラーメンあるの。いやさっき自分で作ってたって謎は解けてくるな、だんだんとすごい。せっかくだから山本くんも。え、いいですか。いいですよ。じゃあ、はい、いやいやいや、でかいでかいでかい。いやいや、しょうがない。じゃあしょうがない、破片なんだから。なんでお前寿司ね、寿司を入れる用の寿司皿で来ちゃったのよ。ちょっと小さいと思ったから。いただきます。はい。うわ、うまっ。前に味染み込んでてね、めちゃめちゃうまい。お酒飲みたくなるでしょ。そうですね。もうラーメンのチャーシューの量じゃないもん。うん、一応このチャーシューはあと3日間持つらしいんで、冷凍にしたらもっと持つってだよね。言ってましたね。これはもう今日コースじゃないな今日で食べきれるコースじゃないだろ、どう考えてもうまいね、柔らかいとこうまいね。めっちゃうまいです。この脂身のところすごい美味しいですよ、ね、すごい美味しい。はい、ちょっとですね、もう外側とかは一回もう冷蔵庫に入れました少しでも美味しい状態食べたい。いや、もう無理ゲーだろ、どう考えても。もうまだこれでもまだ無理なんじゃないかと思ってるぐらいだから、ちょっとやっとラーメンまでありつけたのでラーメンを食べたいと思います。いただきます。うん、うまい。うん、うまいうまいうまい。麺固めに茹でてましたけどどうですか。ちょうどいい。伸びもせずちょうどいいよ、すごい。うん、あ、でもほら、スープに使ってたところがほわほわ。巨大チャーシューめっちゃ似合ってますね。あ、本当に？すごい似合ってます。持ち歩こうかな、俺ストラップ代わりにして、なんかストラップ持ち歩く感覚で。8キロ8キロ重いな。うまいけど限界くるね。いやー、でもかなり食べ進めてますけどね。もうかなりでいっても冷蔵庫にもう4キロぐらいあるからスープ飲みたい。うん、クリーミー。うん、いや。
もう終わらないよ終わらないよ。なんだよこのチャーシュー、全然終わらないわ。まあ外側は冷蔵庫へ行ってますけど、ここまで小さくはしたんですよ。いや相当食べたと思いますよ。はい、もうチャーシューはギブアップでもう限界、もうこれ以上はチャーシュー食べたくない。もうなんでこれはまあまた冷蔵庫行きですね。周りのそのラーメンに触れた部分だけちょっとそぎ落として冷蔵庫行きでいきたいと思います。まあ8キロあるからね、はい、常人の量じゃないんで6キロぐらい、あっち冷蔵庫かな8キロ中6キロぐらいは多分冷蔵庫だと思うんですけど、はい、残りのラーメンはがっつり食べたいと思います。まあそう、チャーシューじゃなければね、もうチャーシューに飽きてたからあんだけ食べると、うん、うん、うまい。うん、チャーシュー避けたはずなのにまだね、チャーシュー編が山ほどあるの。またチャーシューあったもん。また確かに残りチャーシューが。あ、でもうまっ。最後の方で見つけるチャーシューうまっ。うんまっ。でもこのままごちそうさましちゃいましょう、じゃあ。うん、はい、完食しました。まあもちろん完食といっても完食じゃないんですけども、あのまだ冷蔵庫にね6キロぐらいの切り株チャーシューが残ってるので、偉いですね、厳密に厳密に2キロぐらい食べてたよね、1キロぐらい。もうでも結構いってたような気しましたけどね。結構それでかいぞ。だってもし俺が1キロしか食べてなかったとしたら、あっちにあの7キロあるから、ね、7キロの切り株チャーシューあることになるから、これは到底1人では食べきれない量になるからね、どんどんおすわ焼けしなきゃいけなくなっちゃうっていう。食べたな。食べましたね。やっぱあれだね、その一番最初の一口二口はもう夢にあふれてて、はいはい、めっちゃ美味しいんだけど、やっぱねいざ全部食べるってなるとやっぱすごい量すぎていや、とんでもなかったな。10年間は切り株チャーシューいらないかな。もう10年はいらないです。またやるんですか切り株チャーシュー。まあやっぱ動画としてね、いい動画にはなると思うんで10年後にやるかもしれないですけど、でも当分はいいね、当分はやらないでおくかもしれないです。はい、ということで、せーの、ごちそうさまでした。